本日は当社オリジナルモデルのアドについてご紹介したいと思います。ベースはトヨタ車のハイエース、標準ボディの一番小さいサイズですね。ハイエースのナローボディを採用したのも理由ありまして、もともとのコンセプトはご家族連れとか、要はミニバンとキャンピングカーの中間を取ったような、普段使いもできて車中泊なんかにも便利なサイズ感になってますんで、こちらが純正のセカンドシートを採用しております。こちらのセカンドシートが、倒すと平らになります。こちらに乗っていただいて、これが平らになりますので、テーブルの代わりとしてここに座って簡易的なダイネットみたいな形でご使用いただけると思います。この状態からベッド、就寝時のベッド展開をしていきたいと思います。まずこちらにですね、押していただくとバーが出てきますので、こちら左右1箇所ずつこちらを出していただいて、こちらのベッドマットをはめていただくと、全長で195センチのベッドになります。セカンドシートをベッドとして活用してますので、後ろに収納スペースとしてある程度のスペースを確保することができてます。例えばこの収納スペースに少し背の高い荷物だったりとか入れるときは1つだけ外したりだとか、あとは全部外していただけると、長物も例えばサーフボードとか釣りとかを入れていただく分にも、こちらのマットを収納していただければ、自転車なんかも入りますので。あとオプションでなんですけども、こちらのカウンターと左側のバーですね、こちらを橋渡しするような形で2段ベッドのオプションのご用意もあります。下で大人の方2人、上でお子様2名、ご家族でこのお車普段使いも車中泊も使える、かなり便利な1台となってます。この純正のセカンドシートを採用しているもう一つの利点としては、前に上げることでここから一番後ろまで2メーター50センチほどのスペースが取れます。もっと長い長物だったりとか荷物も収納することができます。でちょっとこちらに見えてるんですけども、こちらがですね、アドの最大のポイントと言っても過言ではないんですけども、サブバッテリーがゴールゼロさん、アメリカの会社なんですけども、ゴールゼロさんのイエティの、ポータブルリチウムバッテリーですね。例えばご自宅で何か停電があったりとかした際に、このバッテリーさえご自宅にお持ちいただければ、十分災害時でも役に立ってくれる代物なので、アドの標準装備の車載のサブバッテリーとして搭載させていただいてます。このお車自体がですね、天井は制振材をつけてあります。助手席の扉、こちらはですね、制振材加工はしてないんですけども、叩くとこんな音がします。で天井制振材加工してあります。こんな感じです、はい、ですので標準のお車よりかは熱感じづらかったり、中の熱を逃がさないというか、はい、そういった機能が感じでいただけるかなと思います。キャンピングカーと、ミニバン、その間を取った中間的な、すごく画期的なモデルになってますので、私の個人的なおすすめでもあります。ぜひご検討お願いします。